会社で営業が嫌だからっていう人を、まあ、聞いてる方多いと思うんですけど、うん、営業が嫌だからって言って独立だって言って無店舗販売はあんまり。フランチャイズチャンネル。僕はあの3年前にフランチャイズに出会って人生変わったと思ってるんですよね。僕は25年前にフランチャイズに出会って人生変わりました。フランチャイズってすごいっすよね。すごいです。でもなんか世の中で誤解されてたり、まああとね、いろいろ投資とかが絡むんで悩むことも多いですよね。そうですね。なんでね、あの僕もこれからどんどんねフランチャイズ勉強していきたいと思うんで、ちょっとフランチャイズの専門家の竹村さんいろいろ教えてもらってもいいですか。はい。じゃあその名もフランチャイズ相談所。無店舗フランチャイズはなかなか、はい、あの1000万円を超える人もいたりとかして、うん、ちょっと夢あるんじゃないかなって思い始めたんですけど、まあ、サラリーマンで ね、はい、1000万超えるのも結構大変だと思うから、はい、本当にうまくいったら、まあ、そういう、はい、ケースもあるんですね、はい、ただ問題点もあると、うん、やっぱ問題点は自分でやるってことですよね、はい、自分でやる、あ、はいはいはい、わかります。いや自分でやるからいいじゃないですか。ダメなんですか。うん、自分でやるからいいんですよ。自分でやるから初期投資もかからないし人件費もかからないから、それはすごくいいことなんですね。小さく始めるということにおいては、はい、ですけど大きくできないですよね。ああ、なるほどね、うん、大きくこのその自分が入って自分の労働力を、うん、最大限使うわけですから。なるほど。そこはもう大儲けするっていうことがこれ難しい。あ、なるほどね。1000万の年収ってやっぱりすごいけれども、おそらくそれは会社に行ってる時間以上働いてると。あ、なるほどね、うん、脱サラの独立企業で、この無店舗から始められる方、これは考え方は分かるんですけど、将来会社を大きくしたいとかそういう夢があるんだったら無店舗から始めるのはやめた方がいいですよね。うん、なるほどね。じゃあまあ自分が一生懸命働いて、まあ、サラリーマン以上の収入を得るっていうんで良ければいいけれども、なんかもっとたくさん稼ぎたいな、会社を大きくしたいという人には向かないものが、うん、あの無店舗 FC だということですね。だからどっちかといえばやっぱりそのさっきちょっと前回トータルサービスで極端な例を出しましたけど、うん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 、そこそこの収入をってい う, ことであればいいんですけど、やっぱりいろんなリスクありますよ他にも、うん、だって自分でやるわけだから、うん、これはインフルエンザになったらそういう仕事できないわけでしょ、うん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 、それこそ事故、交通事故にあったら仕事できないわけですよ、うんうんうん、会社と違って何の保証もないですから、うんうんうん、と自分一人自分が頑張ればいいというメリットの裏返しとしてそこがデメリットもあるんですよね。なるほどね。やっぱりあの、うん、コメダコーヒーも1億円かかるってって思いましたけど、それはそれでいいところありましたもんね、うんうん、でノンテリトリーもって思ったけれども、それはそれでいいところがあって、うん、じゃあ初期投資がかからなくて無店舗でいいじゃんと思ってもそれはそれでまあ問題点もあるってことですね、うん、まあでも一番の問題点はね、あのやっぱり営業力がいるってことですよ。大体もう営業力、会社で営業が嫌だからって人を、まあ、聞いてる方多いと思うんですけど、うん、営業が嫌だからって言って独立だって言って無店舗販売はあんまり選ばない方がいいなというふうに思います。無店舗販売の本部っていうのはあの技術は結構あって、うん、営業マンが雇えない会社みたいな、そういうところが本部だったりもするんでね、はい、なるほど。いや、なんか無店舗フランチャイズって全くよく分かってなかったですけど、ちょっとイメージ湧いてきました。はい。無店舗フランチャイズはあのこういうのに加盟した方がいいよとかあれば相談しても大丈夫ですか。どうぞ。例えばおすすめはどこなんですか。ちょっとここではね、一つだけ言うわけにいかないです。あ、なるほどね。けどこれは人にあったのってのはあります。うん、これはありますね。やっぱ技術なんでね。個別軸はないけれども、うん、個別軸は大体これはある、うん、やっぱ技術がいるので、うん、向く人向かない人ですよ、うん、なるほど。じゃあ無店舗フランチャイズもあの加盟検討されている方はまず竹村さんに相談していただければと思います、はい、今回は以上です。